どうも、しねこです。今回もストーカー彼女やっていきたいと思います。パート4ということで、前回の続きからになります。前回はステージ9までクリアしましたので、今回はステージ10からやっていきますよということで、ドキドキ、肝試しですね。さあ、10ステージ目入りましたよ。悪霊退散。ああ、怖いですね。サークルの肝試し中、誰あの女いたよ。誰だ、これなんだ、猫ちゃんなのか、違うような感じがするよ。猫の感がなんか違うような感じするよ。火を振るか、電話は何、どこに電話かけんの、あ、彼に電話かけんのね。非通知、何で出んのよ。ああ、非通知やったら出ないでよ。出たくないよって思わない？あ、なんか怖いわ、言わない？言わないか。てか、この猫ちゃんは一体何よ？絶対猫ちゃんじゃないでしょう。もう、怪しいよ。火を振っとく？あ、起きた。お札。え？あ、もう撮れないですね。写真とか撮る？写真撮って なんか写ってるとかそんなことはなかったね。ああ、よかったよかった。考えすぎか。よかった。じゃあ、お札貼っとこうか。資料前とこうか。どこ行く？お化けだー！あー、資料振っちゃうぞー。怖いわ。逆に怖えよ。君、猫ちゃんじゃないでしょ。資料振ってあげようね。資料振ろうね。あ、怖いよ。悪霊退散だ。悪霊退散だ。え？あ、え？ 3 枚いるん？そんなもん知らないよ。なんか彼持ってない？彼持ってない？どっかに貼ろうか、この札。あ、待って、まだあるわ。あ。うぅ。こっちがビビってるっていうね。ジェット、お札、シール。じゃあシールじゃねえ、手紙。あガラスだ。あー、怖いよ。いやー、あ、ダメだわ、失敗だ。あれだ。はい、お札ね、2枚集めた状態から再開していきます。ここ火を振る、ここ何、開かないんだ、取れないんだ、開かないんだ。手詰まりですか。そんなことないよね。そんなはずはないよね。火をどっかに振る。火を、あ、ここだ。あ、森色ね。そうすることで、開いた。ゲット札。3枚目。あ、まとまりました。はい、使うんだ。いけ。まあ、どうするかわかんないけど。後ろから。貼った！ああ。え、成仏まさかの、そっちが幽霊だった。怖いよ、背筋が。怖いですね。では、次行きましょうか。ステージ11、ノート貸してほしいな。ちょっと今日忘れちゃったんだよね。じゃねえや。映させてほしい。ノートやね。もちろんということで。何よ？あれか。こっちがノート見せる側なんだ。あ、じゃあ見せてあげる。あ、大通しだぞ。何この鉄橋。これ何なんだ？何？メモ？ああ、悪魔の音だ。恥ずかしいよ。ああ。違う、そうじゃないんだ、そうじゃないんですよってね。さあ、何も触れないですね。あ、ノートゲット、ノートですね。でも他人のノート使っていいのか、なんか自分の書いたノートじゃないとダメじゃない。これ何、これ何も書いてない。何も書いてなかった。じゃあダメだ。じゃあこの人のノートはなんだ、落書き。
じゃあこの人の音が一番あれだな。蜂の巣ありますけど、蜂が飛んできてどこに行く、どこに行くんだ。アフなんか入っちゃった。ノートを貸してください。他人のノートを結局使うんだ。綺麗に書いてあるな。ありがとう言って、やったー言って、いいの、それでいいの、いいのか。あ、全部揃ったわ。全部揃いましたね。はい、ということでステージ11クリアしましたね。ということでですね、まあ、ステージ10に行くと思いきや、今回のパート時間的にまあまあいい感じなので、ここまでさせていただこうかなと思います。ヒートコレクション見よっか。ゲット26、残り99枚ですね。うん、そんな揃ってないような感じするけど、なんかここら辺が結構揃ったね。はい、ということで次回のパートはステージ12からです。ということで、もう一つの動画少しでも良かったと思ってくださいましたら、高評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。ということで、そんな次回の動画でお会いしましょう。ということで、ありがとうございました。